2022年3月卒業の今科面です。学科は観光ビジネス学科日中中学コースです。今の仕事はハヤトレジンシ東京の病院サービスです。普段はお客様を案内するとお食事安心できるように仕事しております。やりがいはお客さんが美味しく食べての笑顔と最後の時ありがとうございますって言った時が自分がすごくやりがい感じます。自分も嬉しいです。東京観光専門学校を選んだ理由は他の専門学校より明るくのイメージがあります。そして授業時もつまなくなくて楽しく過ごしました。最後にみんな夢諦めなければ叶います。頑張ってください。